はい、皆さんこんにちは、今日はですね DAW8200Z1T ですね、1997年に発売になった DAW8200Z1T、 こちらの紹介をしたいと思います。こちらがですね、今回紹介する DAW8200Z の 1T ですね、メインブラックのフロッグマンということで、当時非常に人気があったモデルですね。シルバーの大文字ということで、当時非常に人気がありました。で、ベゼルのですね、このチタンリングが黒ということで、黒のチタンリングがツヤがあるものとツヤがないものが存在する、まあ個体差だと思うんですけども、存在するように思いますね。当時ですね、まあ、そのあたりも話題になっていたように思います。で、このモデルはですね、目玉も黒と、文字盤も黒と、でシルバーの文字にフロッグマンという赤い文字が非常に個性的なフロッグマンということで、まあ、非常に人気があったんですけども、このフロッグマンなんですけども、 DAW の8200と、でモジュールナンバーが1294ということになってますね。DAW8200 と、モジュールナンバー1294の刻印が見えます。で、横から見るとこのような形ですね。反対側このような形になってますけども、シルバーのフロッグマンという文字の状態が分かりますかね。こんな感じですね。どうですかね、今でも人気のあるフロッグマンには間違いないんですが、1997年の発売当時はですね、なかなかショップの方でも見つけることが難しくてですね、抽選等で販売されて、なかなか当時手に入らなかったと思います。で、ただですね、他の限定モデルが発売になるときにポツンとですね、一つ、ショップの方に入荷していたりしてですね、まあ、たまたま居合わせた人はゲットできてラッキーだったというようなことも当時起こっていました。非常に、かっこいい G ショックだと思います。当時ですね、非常に人気のあったモデルには間違いないですね。どうでしょうね、今見ても使いやすい G ショックには間違いないと思いますね。当時非常に人気のあった G ショックです。で、あとですね、見えにくいんですけど、このチタンリングとこのガラスのですね、縁のところにシルバーのリングが入っていますね。見えにくいんですけどもね、こうどうでしょうね、これだと見えにくいですよね。これでも見えにくいですかね。このチタンリングのこの縁のところにシルバーのリングが入ってるんですけども、これがですね、まあ、太陽の光とかに当たるとキラキラして、非常にこのモデル特有のこのシルバーのリングです。あ、少し見えますかね。今ね、シルバーのリングが少しキラッと見えるんですけども、この辺りですね、今この辺りかな、今この辺りですかね。こうシルバーのリングが見えるんですけども、このぐるっと一周シルバーのリングが入っていまして、このシルバーのリングも人気の、まあ、このモデルの特徴の一つになっていますね。今となってはですね、なかなかまた状態のいいものに出会うのが難しいんですけども、まあ、このようにですね、1997年というと、まあ、かなり昔、かなり前の G ショックなんですけども、しっかりと時を刻んでくれているので、まあ、私も大事に使っている G ショックの一つになっています。今日はですね DAW8200Z1T ですね、
DAW8200Z1T メインブラックの限定モデルのフロッグマンの紹介をしました。次回以降もですね、私が実際に使っている G-SHOCK についてまた一つずつ紹介していきますので、チャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次回お会いしましょう。